皆さんこんにちは、こんばんは。今日は秋葉原での収穫を撮っていきたいと思います。では早速紹介していきます。まず写真以外のものから紹介していきます。はい、まずスリーブを買いました。スリーブを切らしてたので欲しかったので、91mm のものを3つと 90mm を2つ購入してきました。スリーブはいつもグラナーさんで購入しています。で続いてグッズ関係を買ったので紹介していきます。まずですね、こちらですね、真夏の個別フラッツを購入しました。真夏の全国ツアー2018年のものになります。これがめちゃめちゃ安く売ってて、特にね欲しいと思ってたグッズではないんですけど、なんかこの値段なら買うしかないなと思って購入しました。これはねお部屋に飾りたいと思います。で続いてが缶バッジをいくつか購入したので紹介します。まず一つ目がこちらですね、アンダラの、日常の時のひなちゃんの缶バッジになります。これは一つ持ってたんですけど複数欲しかったので購入しました。ちょっと見えないんですけど下に置いておきます。で続いてもですね、こちらですね、動詞のランゼになります。これ持ってなかったのでめちゃめちゃ嬉しかったです。これがめっちゃ安くて本当見た時にびっくりしたんですけど、もうね欲しいものをすごい安いお値段で購入できてめちゃめちゃ嬉しかったです。で続いてもね缶バッジなんですけど、こちらですね、大体全部店のポップコーンについてくる帰り道バージョンのランゼになります。これもですねもう本当に安くて、全部ね缶バッジは今回グラナーさんで購入したんですけど、めっちゃ安くて本当にびっくりしましたね。こちらもねすごい欲しかったので嬉しかったです。で同じところにですね、はい、こちらですね、リディアもあったので、買ってきましたね。こちらはぜひミリアかフーディーの方の真夏とかランチとかに書いていただけると嬉しいです。こちらは提供できます。ちょっとこっちに入れたいと思います。こっちに入れとこうかな。はい、めっちゃねいい買い物ができたなって思います。で続いてからが写真ですね。まず提供できるものが3枚だけあるので紹介します。まず上村里奈ちゃんの欅宣言2016年10になります。これも安かったので購入してきました。今回ね提供できるものは欅しかないんですけど、ぜひ私の集めてるメンバーに書いていただければなと思います。で続いてがですね、ズーミンの欅宣言2016年10になります。これもねめっちゃ安かったし可愛かったので購入しましたね。私は欅を初めて知って、一番可愛いなと思う、最初に可愛いなと思ったのがズーミンだったのでめっちゃ嬉しいですね。一番最初のこの横に結んでる髪型の時が私は一番好きだったので、もしね希望来なかったら手持ちでもいいかなと思って購入しました。続いてがですね、ズーミンの初期制服になります。これもねめっちゃ可愛いんですよね。安かったので購入してきました。こちらも一応提供できます。で続いてからが提供できないものになります。まず妹の分から紹介していきます。今回は大量に買ったってわけじゃないんですけど、そこそこ揃えてきました。こんな感じであります。まずこちらですね、かげちゃんの武道館ライブ衣装の座りになります。こちらは注文ってたので残りより取引希望してます。で続いてがランゼのセブンスバースデーライブ衣装2の中になります。こちらは残りより引き求めてます。これ全部ランゼになります。今回ねあやねちゃんは購入してないです。で続いてがですね、袖ボリュームトップスのランゼの中引きになります。これはなんか持ってるかなと思ったんですけど安かったので買ってきました。一応未所持だったので良かったなって思います。より希望してます。で続いてがシングアウトの封入のタイプ A になります。こちらはですねタイプ C 持ってたので残りのポーズ希望してます。なんかランジがめっちゃ値段下がってて結構お買い得なお値段で購入できたので良かったですね。封入とかめっちゃ安かったですね。すごい嬉しかったです。で続いてが乃木線の2016年フェブラリーになります。これもねちょっと持ってるか自信なかったんですけど安かったので買ってみたらちょうど持ってなくて B を持ってたので残り、C と D かな希望してます。でラストが2014年の浴衣になります。これはですね、
中と引き持ってたのでこれで3種になりました。ありがとうございます。これめっちゃ可愛いですよね。これ見つけられてめっちゃ嬉しかったです。で続いてからが私の分になります。まだねちょっとスリーブとか入れ替える作業してなくて、全部ほとんどがスリーブブカブカなんですけど申し訳ないです。まずメミのジャージの座りになります。はい、こちらは中持ってたので残り寄り引きと座りを2枚希望してます。で続いてがアーサの引きになります。こちらはですね座りを持ってたのでこちらは残り寄り途中と座りを2枚希望してます。で続いてがひなちゃんの月の大きさの寄りになります。ひなちゃんなんですけど今表題曲を頑張ってフルコン目指してるんですけど、まあ、余裕もあったらアンダー曲も欲しいなと思って買いましたね。あと月の大きさはひなちゃんも歌っている曲なので買いました。こちらゆるく追引き希望してます。で続いてがぐるぐるカーテンのひなちゃんの引きになります。こちらはゆりちゃん持ってたのでコンプになりました。で続いてがオイルシャンプーの中になります。こちらは取引持ってたのでこちらもコンプになりました。ちょうど寝ないところを見つけられたので嬉しかったです。で続いてが、真夏のセットアップの引きですね。こちら残り寄り中希望してます。今回結構真夏をたくさん買ってちょっと今日ミリアをね買わなかったんですけど真夏をいっぱい買えたので良かったですね。で次がですね、チェックの引きになります。これも持ってなかったので嬉しかったです。残り寄り中希望してます。で続いてが、花柄トップスの中になります。こちらもね宮城のもので出回りもねあんまりないと思うので嬉しかったです。で次が、フォースアルバムの封入の真夏の中になります。こちらなんですけど今より中を持っててですごい安かったのでフォーチェンに使いたいなと思って購入しましたね。こちらは引きにフォーチェンしてくださる方のみ提供できます。でラストが、ドキュメンタリーの真夏の中になります。はい、こちらは引き持ってたので残り寄りを希望してます。はい、今回の購入品はこんな感じで以上になります。欲しかったところをねたくさん買えたので良かった。